どうもみなさんこんにちは。中村です。<laughs> 安心してください。宗教の衛星放送じゃないですよ。<laughs> 皆さんの周りにはムカつく人はいますか <laughs> たくさんいますよね。今日はそんな人を歌に乗せて紹介していこうかなと思います。<laughs> 第1回の今日は歌舞伎町でよく見る女の子をテーマに歌っていきたいと思います。 まあ普通に歌ってもしょうがないんでちょっと歌のお兄さんみたいに歌っていこうかなと思いますそれでは画面の向こうの皆さんも一緒に歌ってくださいねいきますよ「三い、歌舞伎町でよく見かける女の子」「MCM のリュックに片手にピンクのモンスター」 普通に飲めばいいのに、ストローさして。チュ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 ーチューいね。気持ち悪いよね。普通に飲めばいいのにね。ああいう人たちのせいで、プラチックのストローから、紙ストローになりました。一緒に歌ってくれて、ありがとうございます。来週は、 つけが払えず、大泣きするホスぐるいの女の子について歌っていきます。それではまた来週バイバーイチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。